幕府軍との内戦が起きていました。新政府軍は江戸城総攻撃を決め、江戸の町は戦争で燃えてしまう危機に陥りました。しかし江戸を戦火から救ったのが勝海舟です。新政府軍の参謀西郷隆盛に総攻撃の中止を求め、西郷は了承し、歴史的な和平交渉となりました。寝るなら保健室のベッドに寝なさい。はい。座りなさい。え？すぐに座りなさい。はい。勝海舟と西郷隆盛の和平交渉が成立していなかったら、今とは全然違う日本になっていたかもしれません。もしかしたら外国に乗っ取られていたかもしれないし。まだ授業終わってませんよ。エリちゃんちょっと行ってくるね。行ってきます。川辺うっぜ先生ぶっちゃって、本当俺らのことで何も考えてねえくせに。進路相談も川辺じゃ話になんないよね。あ、志望校どうすんの。まだ決まったら教えて。なんで。さすがに大学3人一緒ってわけにはいかないね。慎太郎ずっと賢いから。俺はまだ本気出してないだけだから。慎太郎志望校どうすんの。関係ねえだろ。ほら見の感じ悪い。獣医学部はご希望ですね。獣医学部。はい。違いますよ先生、医学部です。獣医学です。何言ってるの。医者になるんでしょ。なるよ、動物の。バカなこと言ってないで、ちゃんと医学部に行きなさい。ね、しんちゃん。うっせえな、関係ねえだろ。しんちゃん、しんちゃん、ちゃんとお家で話し合ったら。意味ないです。医者以外はカスだと思ってる親なんで。沼田くん、十分医学部に入れる成績だし、経済的にも行かせてもらえるんだから医学部に行くべきよ。親の味方なんですか。沼田くんのために言ってるの。世間的にも医学部に行って医者になった方がいいし。そういうこと今はまだわからないかもしれないけど、ね、まだ話終わってませんよ。
そんな強く押しじゃないだろうがよ。もう危ないじゃない。怪我しなかった？すいません。どうしたの？いや、こいつが無視するから。いい加減にしない。お前がガキみたいに突っかかってくるからだろう。でも先生には関係ないんで。関係ないことないでしょ。私はあなたたちの担任なんだから。マサイも謝んなよ。何すんだよ高瀬くん。高瀬くん聞いてる？なんでこれ光ってる？なっちゃうんですか。バカ野郎、江戸が燃えてたまるか。勝阿波殿、薩長軍は3月15日に江戸の攻撃を決定し、着々と江戸に向かっております。上様が天子様に従う姿勢を見せておられるというに、薩長軍は武力で上様を徳川を倒さんとしております。我々は戦わずして軍門に下ることなどあってはなりませぬ。さようでござる。さよう。さよう。さようでござる。我々の軍隊を城下に配備し、フランスからの最新式の武器で装備させたいと存ずる。それはなりませぬ。拙者は戦は反対でござる。薩長軍が5日後に攻撃してくるというに、まだ戦はせぬと申すのか？はい。和平交渉に向け、新政府軍参謀西郷隆盛にこちらの条件を示した書状を送っております。西郷から返事は来たのか？いえ。でも間もなく使いの者が戻ってくるかと。仮に西郷が和平交渉に応じたにせよ、上様が政治の中心から外されることは目に見えておる。つまりそれは徳川が死ぬも同然のこと。それでも戦は致さぬと申すのか？はい。それでも爆心か？裏切り者！勝つだろ！裏切り者！裏切り者！勝つだろ！裏切り者！勝はあくまで西郷との和平交渉にこだわるようだ。あやつには何もできぬであろうが、念のため
分かっておるな。は。おう、メリケン人。はい、江戸を荒らしおる薩長の手先やもしれず、調べておるところにございます。うん、そのような異形ななりをして一体何を企んでおる。ありてえに申せ。もうだから本当に町を荒らしたりなんかしてません。何にも悪いことなんてしてません。流暢に日本の言葉を操りおって誰の指図でやったのじゃ。申せ。やってません。薩摩の指図か。いいえ。長州か。いいえ。いつまでしらを切るのじゃ。ちげえな。何ですか。あいつらはメリケン人じゃねえ。助けてください。もう本当のこと話すしかないよ。え、本当のことって。何を喋っておる。本当のこと話します。うん、モーセ、私たちはタイムスリップしてきたんです。何の暗号だ。え、黙秘します。黙秘します。黙秘。はい。余命を拷問にかけ。ちょっと待って。誰がどうなっちゃうの。誰が助けてくれよ。助けてください。助けてください。阿波守殿、お知り合いか。いや、勝海舟さんですよね。なぜ知ってる。有名なので。有名。江戸無血会場。つまりスケールが大きい人だって。人として器が大きい人だって。尻尾だけで型破りで偉大で男らしい人だって。いや、お会いできて光栄です。お願いです、助けてください。小麦郎、陸軍総裁としてそれがしが宣言する。渡してもらおうか。もっと他に務めるべきことがあるのではござらぬか、陸軍総裁として。まあそれはそれで。ありがとうな。向こうの話を聞かせてもらおうじゃねえか。向こうですか。おう、向こうだ。かなり進歩してんだろうな。俺もこの目で見てみてもんだ。なんで俺たちのことが分かったんですか。おめえらが何者なのかちゃんと分かってる。すげえ。まさか勝さんがここまで進歩的な方だとは。政治はどうで。はい、すごく大変です。何しろ景気が悪くて。はあ、小便に血がにじむ思いをしてんだろうな、ジョンソンも。ジョンソン、メリケンのジョンソン大統領に決まってんだろう。メリケンって。アメリカ。おめえらがメリケンに留学したことは分かってる。密航でもしてコソコソしてんだろうが。そんなこと俺問題にしねえから安心しな。まあメリケンのことは落ち着いてから話してくんね。全然分かってないよね。いらっしゃい。こりゃ天下分け目の戦だぜ。お前枝入ってどうなるんだ。勝先生じゃねえですかい。あの勝先生、薩長軍が江戸に向かってるそうじゃねえですかい。本当に戦になるんですかい。え、戦。徳川様の軍勢が守ってくれますよね。大丈夫ですよね。え、仕方。守ってくれるに決まってんだろ。勝先生は陸軍総裁なんだから。てめえら蹴れ。ここは蕎麦を食うところだ。食うもんの邪魔すんじゃねえ。蹴れ。
ありがとうよ。うめえ。メリケンか、懐かしいな。失礼いたします。家内の民でございます。川辺美香子です。高瀬雅也です。二人を家に置く。女中も下辺も間に合っています。ことに女中は女中でも下辺でもねえ、町奉行から引き取ってきた罪人ですか。大したことじゃねえ。このなりじゃまた不審に思われて捕まるかもしんねえな。何か着るもの用意してってくんな。はい。これからどうなっちゃうんだろう。もう元に戻れないのかな。なんかもうすぐ戦になるとか言ってたし。戦にはならない。え？江戸無血解除。聞いたことある。新政府軍の西郷隆盛と旧幕府軍の勝海舟の話し合いにより江戸での戦争は回避された。え？っていうかなんで俺たちこんなとこいるんですかね。何するんですか、いきなり。ねえ、これって夢じゃないよね。夢だとはとっくに覚めてますよ。もう3日も経つんだから。3日前に来たの。はい。私昨日来たよ。え、一緒にタイムスリップしたのに来た気が違うってこと。森野さんも沼田君もこっちに来てるかもしれない。俺のせいかもしれない。は？テストの時は何ともなかったんだけど。ねえ、それってカンニングよね。今そんなことはどうでもよくて。どうでもよくないわよそれ。とにかくもう画面が急に点滅しだしちゃったんですよ。高瀬君聞いてる？なんだこれ光ってる。ねえ、そのスマホどこ？いつの間にかなくて。なくしたの？勝殿からお預かりした書状、西郷隆盛に渡してまいりました。神田殿、ご苦労だった。それで西郷さんは？いえ、何も。あ、そうか。江戸の町から海まで見渡せる場所といや、この辺りだが。俺気づいたらここにいた。私もここよ。あ、これエビノだ。やっぱりあいつこっち来てんだ。きっと沼田君も来てるはずね。なんだよこりゃ。あ、ちょっと俺もです。メリケンから持ってきたもんかい。私たちはメリケンが来たんじゃありません。メリケンですか。いえ。フランスか。いいえ、私たちは未来から来たんです。未来、聞いたことがねえな。地球儀に乗ってるかい。今は1868年ですよね。お、陽光帰りだけあって西暦知ってんな。私たちは2014年の未来から来たんです。つまり時間を飛び越えて過去に来ちゃったんです。気がついたらここにいたんです。おめえら死闘からからも平らにしな。こっちはくだらねえ冗談に付き合ってるしまわねえんだ。冗談じゃありません。ガチです。ガチってなんだ。本気っていうか真剣ってこと。は？なんだこれ。ちょっと何、また変なことしないでよ。あ、4日後に未来に戻れるって書いてある。本当だ。バカバカしい。おお、
何をした、何をした。こいつはオートモービルじゃねえか。これは自動車って言います。お、え、ピーピーピー、なんだ、なんだよ。勝海舟って本当に男らしくて偉大な人なんですか。そのはず。はず？ちょっと分からなくなってきた。信じていただけましたでしょうか。この世には俺の知らない世界ってものがあるんだな。あの4日後の3月14日にはミランに戻れそうなんですが、それまでに生徒たちを見つけ出したいんです。どこの問題。ビビりましたよ。あれはただの脅しで。自分だってビビってたくせに。先生。おう。でも誰なんですかあいつら。薩摩。いや違えな。じゃあ身内ですか。おそらく。え、身内？勝を邪魔だと思ってる人はあっちにもこっちにもたくさんいますから。身内って親戚ってことですか。幕府の人ですよ。柳田の手のもんだろう。柳田って誰ですか。幕府の重鎮で勝の天敵です。そんな名前聞いたことない。え、なんで幕府の人に狙われるんですか。勝さんは幕府の人なんですよね。薩長との戦に反対しているから。侍が戦わずして負けるだなどあってはなりませんもの。そんなもん侍のくだらねえ意地だ。いろいろ言われておりますよ。勝は侍としての誇りがないとか。大抵侍の時代なんてもうな、もう終わらさなきゃならねえんだ。勝は本当は剣術の腕などなく直進影流の免許も持っていないとか。言わせておけ。勝は本当は薩長の味方ではないかと。ああ、言わせておけ。勝は外で子供を産ませたとか。勝は女中にまで手をつけたとか。俺は侍だ。そのくらい当たり前だろうが。ずるいですよ、こんな都合のいい時だけ侍だなんて。うるせえ、おめえには関係ねえ。こって大きな声出さないでください。そんなことより西郷さんからの使いは来なかったか。ありませぬ。大丈夫、江戸で戦なんて起きないから。そうなのか。あ、なんでかっていうと、なんでしたっけ。歴史的な和平交渉が行われるからです。史実では確かに勝さんは西郷隆盛と薩摩藩邸で会…ちょっと待って、今日って3月10日ですよね。お、そうだな。すでに西郷さんは勝さんとの会談を承諾しているはず。ん、どういうこと。史実では勝さんの手紙を西郷さんに届けた山岡鉄舟が西郷さんから返事をもらってきます。おお、ちょっと待ちな。俺が西郷さんに書状を託したのは山岡鉄舟でもねえし、返事ももらっちゃいねえ。え、どういうこと。え、なんか柳田って人も知らないし、私たちが知ってる歴史と違ってます。間違った歴史が伝わったんじゃねえのか。え、そんなことってあんの。
もしかして私たちみたいに未来から来た人間が何か影響を及ぼしてるんじゃ。それで歴史が変わっちゃったってこと？そう。じゃあもし勝さんが西郷隆盛と会談しなかったら江戸で戦が起きちゃうってこと？もしそうなったらどうなっちゃう？いや、どうなっちゃうって。まあ江戸は火の海になるだろうな。先生、早くエリを探して未来に戻らなきゃ。いや、歴史が変わるってことは未来も変わるんじゃない？じゃあ俺らが帰る未来は？は？なくなっちゃうかもしれないってこと？え、どうなの？消えちゃうの？え、死ぬの？先生、私に聞かれたって分かんないわよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。どうすりゃいいって、頑張ってもらうしかないでしょ、勝さんに。俺？そうですよ。私たちが元のままの時代に戻れるかどうかは勝さんに関わってるんです。よろしくお願いします。そんなこと言われても。それでも勝海舟ですか？そうだが。そうなの、勝海舟じゃありません。俺は俺だ。じゃちゃんとやってください。俺だって必死にやってんだ。何をですか？必死に待ってる。西郷さんからの返事を。それを何もしないって言うんですよ。勝殿から西郷に届けるよう言われた書状でござる。うん。本当にこれでよかったのですな。うん。徳川のためには戦をするしかないのじゃ。探しってなんすか？知らねえよ。勝先生が面倒見てくれってからさ。エリ、エリ、エリ。来たって。エリ殿、嘘をつくような人間ではござらん。これからもよろしくお願いします。一つ聞いてもよろしいか？何でも聞いて。そなたの時代に
徳川は存続しておるのか。え、徳川、あ、聞いたことある。いるいる徳川さんって人。何代目だ。そこまでは分かんないけど、いるいる徳川さんって人。そうか、徳川の時代は続くのか。なんでそんなこと聞くの。徳川の時代が長く続くことを願っているからだ。このところ徳川は薩長に押され気味であったからの。徳川が安泰と聞いて少し安心した。大丈夫だよ柳田っち。どうした。フランスより最新式の銃が到着いたしました。薩長軍はどうなっておる。我々がフランスの援助を受け徹底抗戦の構えであることは西郷にも伝わっておるはずにございます。いよいよじゃな。はっ。へい。見つけたら知らせてくれ。他の組にも回しといてくんな。すまねえ中志。ねえに、お安いご用です。勝先生の頼みですから。行くぜ。はい。じゃあ、どういたし。頼んだぜ。えい、承知しました。なんで本当に見つかるのかな。できることは何でもやらなきゃ。どうしたの。いや、犬苦手。いや、ビビったやん。子供の頃噛まれましたもんね。なぜ知ってる。有名なので。どこまで知ってんだ。死にかけたんですよね。え、どこ噛まれたんですか。マジ聞いちゃった。行くぞ。ガチで。西郷殿、徳川軍は徹底抗戦の構えでございます。予定通り3月15日江戸を攻撃じゃ。ああ、いつまで待てというのじゃ。すでに昨日薩長の兵らが関所を突破したよし、報告があったのじゃぞ。今しばらく。上様、徳川の行く末を考えるならば戦以外の道などござりません。上様、それはなりません。戦はどんなことがあっても避けなければなりません。260年続く徳川の歴史に幕を引くなど、汚点を残してもよろしいのでござりましょうか。さればフランスからの最新式の武器を横須賀にて購入する手はずにございます。ご裁可下されましょうや。日本人同士争ったりするなら国は異国に乗っ取られましょう。徳川の存続こそが我が日本のためになるのでござります。武器の購入いたすがよかろう。上様。下がり。
かたじけのうござります。その方は待てと申すばかりで何もいたさぬではないか。ほっとけ。誰だか分かってるんですか？知ってんだろ。俺のことを邪魔だと思ってるやつはあっちにもこっちにもいるのさ。だから早く追いかけて捕まえないと。ああ。飲め。食わないのか。じゃあ俺が。なんで食べるんですか。何を怒ってる。どういう神経してるんですか。家族があんなひどい目にあったのに、なんで何もしないんですか。ここはそばを食うところだ。食うもの邪魔するんじゃねえ。ふざけないでください。先生、私の知ってる勝海舟は器が大きくて信奉的で型破りで偉大で男らしい人です。日本を変えた歴史的な和平交渉を成し遂げたんです。でも本当は全然違った。何もしないただの腰抜け。ちょっと。タミさん。はい。ねえ、なんで勝さん何も言わないんですか。言ってもどうせ聞きませぬ。だってこんな危険な目に遭ってるのに。言っても無理ですよ。一度決めたことは絶対にやり抜く人だから。やり抜くって、タミさん何もしてないからこんなことになってるんですよね。すいません。はい。どなたか、お願いします。タミさん。お待ちを。はい、すいません。あの、どちらさんで。へい、お組の使いで参りやした。おお、揃った。こんなことやってる場合ですか。何すね。待て。あの、西郷さんの使いか。あ、いえ、人相書きに似た男が見つかったそうです。こちらに。あ、あ、先生、こっちこっち。何やってんだよ。よくここが分かったな。慎太郎だよな。ねえ、なん
で昨日あんなことしたの？勝海舟が戦をしない腰抜けだからに決まってるじゃないですか。なんか違う人みたいだな。いつこっちに来たの？高瀬君は4日前で、私は2日前なの。1年前。マジ？でも大丈夫だから。しあさっての14日には元の時代に戻れそうなの。未来が変わってなければだけど。俺は戻らないんで。どうして？戻りたくないから。こんな時代何もいいことねえじゃん。もうここには来ないでください。ちょっと待って、ちゃんと元の時代に戻らないと。なんでですか？生まれた時代で生きるべきだからよ。俺のことはほっといてください。そうはいかない、私の生徒なんだから。はあ、何？俺先生のこと教師だと思ってないんで。どういう意味？結局先生は何もしないんですよ。来ないでください。待って、ご家族だって心配してるでしょ。家族ならここにいますから。は？え、何、子供？千代にも俺が未来から来たことは話してません。本当にもう来ないでください。しないと思ってる？思ってるんだ。先生はちゃんとやってるつもりかもしれないけど、進路のことだって、俺は大学どの学部にしたらいいのかとか、俺には何が向いてるんだろうってすげえ悩んでるのに、先生は俺の偏差値だけ見てあしろこうしろって言うだけで何も一緒に考えてくれないじゃん。そういうのって俺らからすると何もしない先生と一緒なんだよね。この大砲になったことで同口径の弾型砲弾よりも、これが最新式の大砲だ。さすがフランス式は違うな。
く江戸でごわす。江戸は雨か。すいません、あのこの子見てないですか。すいません、この子知りません。あのすいません、この子エリック。ああ。我々と一緒に暮らしてきたものだろうが。そうですか。薩摩は江戸から出ていけ。ここはこらえてくれ。頼む。二度とこのようなことがあってはならない。勝先生、噂は本当みてえですね。俺の噂？いろいろと言われてるようだが、どの噂だ。勝先生、本当は薩摩の味方なんじゃねえですかね。薩長と裏で手を組んで徳川様を滅ぼそうとしてるんだ。江戸のことなんて何も考えちゃいねえ。何もしてくれて裏切り者だ。裏切り者。ありがとうよ。今は何を言われようがこらえなくちゃいけないんだ。傷の手当てはどうしたことです。じゃあ貸そう。いい。大丈夫だ。ちょっといいですか。おう。これますます厄介だな。あの、うん、おい、まあ飲め。いただきます。私はダメ教師です。生徒たちにはっきり言われちゃいました。まあ本当は自分でもよく分かってるんですけど、上辺だけで教師やってるなって。でももうどうしたらいいの
のかよく分かんなくて、特に進路指導なんて生徒の将来に関わる重要なことなのに、もう全然自信なくて、だからちょっとでも偏差値が高かったり世間体のいい大学に行ってくれないかなっていう、そうすればとりあえず私も安心できるっていうか。何言ってるかよく分かんないですよね。つまり私はやっているふりをしているだけで本当は何もしていない教師だってことです。でも勝さんは何もしてないように見えて本当は自分が正しいと思ったことをやり抜こうとしているんですよね。未来ってのはいろいろなものが進歩してるみてえだな。自動車とか。そうですよ。もっとすごいものありますよ。飛行機っていうと空飛ぶ乗り物があって、メリケンなんて一日で行けちゃうし、いやメリケンまで行かなくても電話っていうものでメリケンの人と話なのに進歩していねえんだな。人だけは。少なくとも私は未来で一人も会ったことがありません。誰に何を言われようとも理解されなくても自分が正しいと信じたことをやり抜こうとしている人には、おめえが言うほど都合かねえや。本当に正しいかどうかわからねえ。何年か経ってからでなきゃ答えなど出ねえものかもしれねえ。困ったもんだ。立ち上がるから。ちょっとびっくりしちゃって、でも今頃気づいた。プラネタリウムみたい。プラネタリウム。未来はこんなに綺麗に星が見えないんです。空気が汚れてるし、夜も電気がついてるし、未来は明るいのか。はい、未来は明るいです。
江戸は初めてか。はい。立派な町じゃろう。はい。よく見ておけ。薩長軍が江戸に到着したいよいよ戦は明後日。準備は万全じゃ。今しばらくお待ちください。西郷は勝殿の書状に対して何も言ってこんのであろうが、これがどういうことか分かっておろうが、西郷は明後日江戸に攻撃を仕掛けてくるつもりじゃ。もう意地を張るのはやめぬか。この徳川の家臣に勝殿の味方は一人もおらん。中山道板橋甲州街道内藤春宿の敵軍も増強中の模様にございます。ガチでやる気よな。我が歩兵隊も臨戦態勢じゃ。あ、ガチ。ガチ。ああ、ひょっとしておめえの仲間が柳田って男の屋敷にいるかもしれないな。そこだ。あっちから行け。サンキュさんのお宅でしょうか。何者だ。高瀬正也って言います。どこの者だ。どこって勝海舟さんにお世話になってて。勝、はい、帰れ。ちょ、それで話ってな。薩長軍の奴らにはこの江戸に指一本触れさせるわけにはいかねえ。へい。そこで頭に頼みがある。もし薩長軍が江戸を攻めてきたら、その時は江戸に火を放ってほしい。勝先生、あっしは火消しですぜ。江戸を守るために火消しとして体張ってきたんですぜ。いくら江戸に指一本触れさせねえためたいえ。将軍が攻めてきたら江戸に火つけやしょう。もう一つ頼みが。火を放った場合、江戸のみんなを隅田川から船で逃がす。その手配を頼む。紐出てねえで鳴らせるか。俺はエリを守る。俺はエリを連れて帰るんだ。俺は火の見番だ。頼むよ、頼むから。ある火ならある。
おい、なきにはならなかったようでございます。そうか、それよりも西郷殿、火消したちが妙な動きをしているようでございます。どういうことか。寂しくない。でもね、柳田っちって悪い人じゃなかったんだよ。頑張ってたし、なんか私と出会って人生変わったんだって。エリが可愛くて調子こいてたんだろ、そのクソ親父。お前のせいで歴史が変わっちゃったんだからな。え、そうなの？そうだよ、本当だったら。カッサカッサ先生、あ、森野さん、よかった、無事で。大丈夫、怪我ない？大丈夫。あ、よかった。なんだいきなり。高森に会ったんです。あ、人違いじゃねえのか。会ったんです、蕎麦屋の前で。蕎麦屋？蕎麦屋より手紙です。西郷さんは勝さんの手紙受け取ってなかったんです。どこの蕎麦屋だ？先生、
西郷さん、まさかここで勝先生にお会いできることになるとは。こちらこそ。お一人ですか。さよう。こっそりと食いに来ましたが、今一番会いたくねえ人物に会ってしまった。そんなところですか。森に参れ。え、勝先生に初めてお目にかかった4年前、ここの蕎麦屋の話ば聞きました。そげんうまかもんかとずっと気になっておりました。おう、それでどうでした。来た甲斐がごわした。よかった。ここのそばもいつまで食べられるか分かりませんからな。はい。4年も経つのにここのそば屋のことをよく覚えていてくれましたな。あの時話した言葉全て覚えております。あっしもです。お待ちだ。おう。ありがとうよ。おいどんはこいで。ごちそうになりました。ありがとうございました。何食べてるんですか。せっかく会えたのに肝心なこと何も話してませんよね。和平交渉が成立しないと未来変わっちゃうんですよ。十分話した。8年目俺は観林丸でメリケンに行った。まず驚いたのは観林丸がサンフランシスコに着いた時に受けた歓迎のキッスよ。いきなり頬にチュッとな。すると今度は俺たちの曲げ読み、頭の上に何を乗せてるんだと聞かれてまたびっくりよ。港の設備も日本よりずっと進歩していた。蒸気機関車にも驚いたし、貨幣工場や印刷工場もすごかった。だがな、その進歩というやつは大体俺にも見当はついていた。俺の想像をはるかに超えていたこと、それは国民が大統領を選ぶということだ。日本では高い地位が子孫によって引き継がれていくためにボンクラがたくさんいる。メリケン上上に立つ者は皆弱い者たちのことをちゃんと考えていた。メリケンから帰ってからはいろいろなことが今までと違って見えた。俺は気づいた。徳川の家臣である前に日本人であるべきだってことにな。だから絶対に日本人同士が争っちゃいけねえんだ。それで日本が良くなるなら俺は何を言われたっていい。侍としての誇りがねえとか裏切り者だとか腰抜けだとか。時代は変わってるんだ。このままじゃ日本だけが置いていかれる。もう切った張ったで物を決める時代じゃねえんだ。この話を4年目西郷さんにしたらよく分かってくれた。西郷さんを信じてるんですね。失礼いたします。
子様。お待たせしました。家内の民でございます。西郷様の使いの方がいらっしゃいました。明日薩摩藩邸でお待ちいたすとのことです。何だと？間違いなく西郷の使者が勝の元を訪れたようでございます。何をしていた？申し訳ございません。しかしながらすでに手は打ってあります。殺すには惜しい男だが仕方あるまい。いいかい、みんなに勝先生の覚悟を伝える。すいません、この前は生意気なこと言って。明日先生と一緒に未来に戻ろうと思います。でも今一緒に暮らしてる人は子供も生まれるんでしょ？本当のことすべて話して理解してくれました。勝さんのことを襲ったりしてすいませんでした。すいませんでした。沼田君はこの時代で生きていかなければいけなくて仕方なくやってしまったんです。勝さん、お願いがあります。沼田君を。タミー。はい。おい、タミー。何ですか？寝床の準備だな。タミに行ってくれ。ありがとうございます。あのさ、うん、どんな感じ？何が？人を切ったこと？ねえよ、一回も。そっか。じゃああれは？あれ？ほら、できたじゃん、子供。ちゅうことはさ、ほら、な。バカにすんなよ。俺だってお前が思ってるほど子供じゃねえんだからな。なあ、もし勝さんが戦を止められなくて歴史が変わって俺らの帰る未来がなくなったら
俺たちどんな風に消えちゃうんだろうな。わかんねえよ。一緒なのがエリと慎太郎でよかったよ。お前にしかできぬことじゃ。切れ。安心しな。俺は刀を抜かねえから。ちょっと何してるの？隠れな！どうして？そんなの振り回して似合わないじゃん。俺は重要な役割を任されたんだ。は？人殺しがか？歴史が変わっちゃうじゃん。俺はここで生きていくんだ。だったら先生、
じゃあな、気をつけて未来に帰りな。勝さんも気をつけてね。俺たちが無事に帰れるかどうか勝さんにかかってるんですからね。傷は大丈夫か？行ってくれ。はい。なんだ。もう行くぞ。約束します。生徒たちとこの時代に来ていろいろなこと気づかされました。私未来に戻ったら一から始めます。必ず生徒たちに必要とされる教師になります。教師の仕事は未来を作ることだから。約束する。おめえらの未来は必ず俺が守る。会えてよかった。私もです。成長したじゃん。まあ俺がビシッと言ってやったからな。すいません。はい。あの慎太郎さんはどちら様ですか？川辺と申します。江戸へ来る前の知り合いの方ですか？はい。ここにはもういません。え？江戸を出て静かなところで暮らそうと言われましたが、私はついていくことができませんでした。慎太郎さんとはご夫婦なんですよね？いえ、私の主人は亡くなりました。この子はその主人の子供です。どういうことですか？慎太郎様はたまたま主人が購買の方といさかになった折に居合わせ、重傷の主人をここまで運んでくれました。結局主人は亡くなり、慎太郎様はそれからずっと私のそばにいてくれたのです。あの慎太郎さんの行き先に心当たりは？いえ。え、大丈夫？ちょっと待って。ママ君！
な分かってるな。頼んだぜ。行くぜ。沼田くん、何してるんですか。迎えに来たに決まってるでしょ。俺のことなんてほっといてください。帰ったら三者面談するから。え、獣医になりたいんでしょ。なるんでしょ。未来へ。離せ。俺は先生を裏切ったんですよ。傷つけたんですよ。ごちゃごちゃ言わない。徳川のためじゃ。俺たちは日本人だ。なぜわからん。このボンクラが。
徳川の時代は続くのじゃ。やめ、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 やめ
戸は俺たちの町や。勝殿は町人に守られて手を出すことができませんでした。勝、江戸を味方につけたか。明日の江戸への攻撃は中止します。勝先生、もし我々が攻撃をばしたら本当に江戸を燃やすつもりで壊したか。あっしは生っ粋の江戸っ子ですぜ。もちろん火をつけて江戸と心中しました。そういうわ。ああ、色を揃えるんです。色これがなかなか厄介で。ほう。キスしたじゃん。したんだ。え、聞いてた。あの時は好きだと思ったんだもん。今は、うん、ありえない。だって俺初めてのキス、初めてのキス。吊り橋効果だよ。は？江戸の混乱で興奮してたのをエリの脳はお前へのときめきだと勘違いしたんだ。お前は悪くない。さすが慎太郎。せよ。文明を取り入れ、人民の精神から政治、経済、社会の在り方までを全面的に変革していこうとした明治初年の動向のことを文明開化と言います。みんな、140年前の歴史なんて全然関係ないと思ってるかもしれないけど、そうじゃないから。全て今につながってるの。その時代に起きた出来事も、その時代を生きた人々の思いも。